しかも凪くんの子のその辺の人捕まえて一緒に撮ったかな。ちょっと来て。え、もう、ちょっとどこ行っ。いけるわ。これはどう見てもカップルでしょ。なんなんす、しませんね。服かぶってるとしか。すいません、このまま全部買います。は、無理無理無理。てか今1000円しかねえし。2人分。お嬢様っていうのマジだったんだ。うえー、ふざけてんでしょ。いたって真面目だか。ちょっと試着室借りてくる。金持ち、力の孤児。もしかして天野さんの家って役ホテル王。ああ、強そうな方が親も口出しできないと思って。単純にバカだった。その時の空気感が伝わるのがいい写真だと思って。っていうのだけじゃなくて、撮る人や写ってる人の気持ちも含めて空気だからね。やっぱりこの写真にする。だってこれが一番仲良さそうだし、なんだか笑っちゃうでしょ。天野さんって俺とはかけ離れた世界にいると思ってたけど。やっぱりするしかない。発想が極端。じゃあエリカタ、彼氏いないんじゃなかったの。こいつら隣の高校の生徒なんだけど。へえ、さすが有名人。やめて。だから俺らフォローしてあげてるのにさ。俺無視よ無視。天野さんの契約上の彼氏だ。バカ、正直に答えてどうすんの。こういうのは相手にしたらダメなの。思い上がってんじゃねえぞてめえ。エリカさんから離れろってのは。ほら早く。なんなんだよこいつ。すいませんでした。わからないんだ。売られた喧嘩は全て勝て、そういう教育されてきた。じゃなくて、くらい抵抗すれば結婚の話どころじゃなくなる。私まだドキドキしてる。喧嘩してるところ初めて見たわ。思いっきりやれよ。うん。もう二度と会うことないだろうから言っておく。もうなんだかデートしてるみたいで楽しかった。結婚相手が凪くんだったらよかったのにな。さよなら。